お、貧乏のオーソリティと、貧乏ガール、小杉ちゃん。横綱、東西の横綱ですよ。東西の横綱が。横綱が。もう大関じゃないよね。もう極めてますよ。極めてるよね。横綱ですよ。なんで結婚せんね、小杉は。なんででしょうね。相手がいなかったり。でもこいつもね、あの、バイトね、ちょろっとやってんねんけど、そうやけど、あの、小杉のこう、生き様を、聞くと、うん、芸能の仕事でこんだけあったら、うん、もうバイトこんだけでええと、うん、いわゆる1ヶ月のこいつの中での稼ぐお金は決まってんねんと、上限決めてんの。そうですね、もう支払いが全部できるだけあれば、あとは働かへん、待機すんねん、仕事くんの。だからこいつ楽屋話し、こいつ絶対休まへんやろ。あ、結構私と並んで3ヶ月高いっすよ。3ヶ月高い、はい、出席率最近高いの、はいはい、もう他誰さ最近来いなって思って。そうですよ、アリさんも忙しい、忙しい、忙しいね、ヨガの先生で。あ、そうですわ。もう今あれやね、今あの兄弟の山中教授教えたらしい。聞いた聞いた聞いた。で、あんた誰かなんか言ったんでしょ。ノーベル賞に、ノーベル賞の人にもっとあの頭柔らかく考えてください。ヨガがね、体柔らかいからもっと柔らかく、もっと柔らかく、もう十分柔らかい。もっと考えてください。もう考えすぎてあるわ。ノーベル賞へ。努力してください。努力したあるわ。じゃマジボケなんですか。知らんかって。はあ、すごい怖いですね。知らない。その人、山中教授が、はい、先生って言うたらしいで。先生やねんって。お前なとは言わないですね。言わへんって。なあ、こいつはもうそんだけの分で生きていくって決めたから、もう食費も全部そこでやってんやろ。そうです。あ、もう指があればどこにでも飛んでいくっていう。ハクション大魔王みたいな。打ち上げとか大好き。あ、飲み会とか帰らへんで。でもそういうとこ参加してたら結構周りが寄ってくるでしょ。あの、なんていうの、結婚とか間抜きにしてでも。いや、どうなんですかね、森脇さんのバリアがあるのかもしれないです。なことないよ。ないでしょ。俺紹介するやないか。そう、あ、そうですね、森脇さんね、あの、最近行くとこ紹介してくれるんですけど、なんかもう恥ずかしくなってこいつね、はあ、こいつね、あの、今日もまだ、今日はギリギリ抑えてんねんけど、はい、飲み会とかね、あの、打ち上げがあるやん、はあ、こいつね、総病なんね、はあ、家でずっと、これ分かる？家でずっと一人やから、もう今日飲み会いやーで、何飛んでもええ、食べてもええ、もうへえーってなんねん。あの、こと始めた時もキャッチミスさんと肩組んで踊ってました。二人でなんかね踊ったやろ。そう、何やこの女は思いました、ね、あんな感じのテンションにグズーッとなると、ほなもうこっちも腹立ってくるんで、やがめちゃうこらーって、すいません、お兄さん、はい、これお兄さん、お兄さん、はい、すいません、ホテルください、ホテルですよー、いいよ、お前腹立つんじゃーって。分かる。一回のおかみさんの店手伝ってまして、そやろ、あいつ上がってけへんなもん、下でカウンターの中入って、あ、私、あの、鹿児島なんですよとか言って、ついで回ってんのよ。そうやろ、店手伝ってんねん。これもうテンションおかしなんで、ね、ボトルはもらいましたカルタッチ、こんな美味しいのもう。でもちょっとなんかやる気似てますね。やる気、こいつもせやねん。僕テンションなんか上がるよな。変なテンション上がるよな。上がりますね、はあ、なんでなん。大事なことが終わったとか、見送った後とか、金払った後とか、急に僕はもう打つからそうにポーン、付き人肌でしょ、うん、なんかそのなんか解放されたら、あの、子分肌やから、パーテンションの、そうなっちゃうね、僕も。あ、そう、めっちゃ分かるんだから、もう痛々しかったりとか、もうなんか切なくなる時あるんですよ。で、なんか、あの、演出、わざと痛々しさを演出するでしょ、なんか、中を、ね、僕はかわいそうなんですよ、っていうの腹立つね。そんなんするん。それをもう40何年間やってきたからね、生き様が。もう言うたらね、力でもあるもんね。それをちょっとやるわけで、古式の場合はもういつもそうやから、もう貧乏でずっと、バイトしたら貧乏じゃないのに、あえてバイトを削って貧乏を選んでるから、だから、もうみんなで集まると、今度、実は今度も飲み会あんねん、もう来んやろ、行きません、今度あれ、個室の中華料理やぞ、これはここなんで。どうしよう、朝ごはんちょっと抜いていかないと。それ、うん、でも食べれるのは食べれる、何でも食べんの。何でも好きです。好きやなし。ないです、ないです。僕も好き嫌いなんですけど、その個室の中華料理で女子部が食い散らかした後のね、アラとかを岩塩もうて、その谷町さんと僕はそのアラのこの中食べ散らかしをこう塩つけて食べて、社長美味しいですねって飲むのが俺好きやねん。屈折したなんか性的盗作者や。違う、その女子部がやったからとかじゃなくて、その端っこがうまいんですよ。でその社長も一緒になって、
生それなんか誰やでその社長どんな社長と架空の社長ちゃうのお前どんな社長合わせてくれてんじゃんやる気君可能性ありますわ。うん、僕みんながはしゃいでるの見るのすごい好きですね。古式でも今でもそうやろ。個室の仲介で行く瞬間に今何て言ったかしてる、うん、イエーイってすごかったそう、あ、ズーザーが出ちゃうのですね。それもお前京都の木屋町の木屋町どこやぞ。どうしましょう。そっちか。何着てたいですか。あのチャイナドレス。そこまでいかない。徹底するんやったら。チャイナドレス。チャイナのないお腹の緩いワンピースにしなさい。ね、ベルトのないお腹の緩いワンピースにしなさい。いっぱい食べれるように。ベルトいる。マタニティドレスみたいな。そんなん最高ですね。はい、あとハイジがなんか白パンか黒パンか盗んだ時のあのダブダブの服みたいなのないかもしれない盗んでも分かれへんこういろいろ入れれるよなんかそれあのアドバイスの広いちょっと分からなくなってきましたその広いやつがいいかもしれないお前もあれだけ言うとくけどタッパ持ってくんなよ、うん、お前もちょいちょいタッパ持っていけるんだこいつだからあのポケットが多い服着ていったやんポケットにおさんついてるやつだよサランラップこうちょっと置いてでちょっとずつねこう入れてたやんもういっぱい入れるこの前だってな焼肉屋さん行って食べきれんかったからキムチいっぱい入れていっぱい入れてなほんでそれ持ってポルシェ乗って帰ってあれは難しかったですねまさかポルシェ乗ってくる人とお見合いさせて送ってくれると思えなかったやんそうだったんでもう通り持って帰りますあの匂い鼻たんやつあるんでしょ今キュッと閉めるあジブロックそう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 あそれじゃなかったんですよあの普通のやつにサランラップで巻いてそのポルシェまた気持ち臭いんかな真っ赤なポルシェの形山口百恵さんだいやでもまあだから今度は古式もそういうねあのそろそろそういう彼氏も見つけてもええと思ってるけどねただお前はもうそれだけよヒーってなんの装病あれ竹原だとねいっぺん こんなんちょっとなってたんじゃん一緒に行った時もそうですね風月の時も、はいはい、じゃあ今日は飲もうやーって言った瞬間に最初ヒーってなるやろなるほど元気ちゃんがなんか食べ屋とか飲み屋のあったらもうゴーが入って入るやろメニューパパパパッと頼むやろ昔の何寿司屋って僕もと一緒でおーあー分かる分かるでしょやらしいやつやらしいあースーッと入ってくんのよはあでも どうなんやろそれっていやほんま貧乏やなんかごつ持てたりすんちゃいます持てへん持てへん絶対持てへん貯金なんてあの会ったことないですもんねだからあれやもんなそこから彼女のすごいのは病気せえへんやっぱ医者代にお金使え虫歯ゼロやんそうですね健康やだから俺は言うてんねや、うん、どっかね畑持ってる人の家で、はいはい、そこを嫁に行くしかないでとめちゃめちゃ働くでうん働くで人のためにその付き人払っておっしゃったじゃないですか、うん、そういうの分かりますなんかもうついて、うん、なんかお世話したいんですよね、うん、介護とかそういうお仕事してるじゃんああねそうでしょ弱ってる人はあかんのあいいんですけどまずその、 あのタレントしたいねやっぱ夢聖子ちゃんみたいになりたいね聖子ちゃんみたいなね歌ってみいやあなたに聖子ちゃんなりたい言うからなこいつありがとう聖子ちゃんなりたい聖子ちゃん聖子ちゃんなりたい痛いやろなんか可愛いですよでも痛い終わりです